アキロライナーは、西日本旅客鉄道が、山陽本線を呼び、クレで運行する、快速列車である。列車名を称するのは、広島駅公営区間であり、それ以外の区間に直通する場合は、列車名のない普通列車となる。本記事では、同区間で、朝の広島方面のみ運行される通勤ライナーや、かつて、クレで運行された、列車名のない快速列車についても述べる。 クレセンの快速列車は、電化が完成した直後の1970年10月1日ダイヤ改正から運転されていたが、式電車の導入で普通列車が増発され、1985年3月14日、ダイヤ改正で一旦全廃された。国鉄分割民営化後も、しばらくの間、普通列車のみの運転であったが、1996年3月16日ダイヤ改正で、 快速列車が復活した。当初は単に快速として案内されていたが、一般公募で決定されたアキロライナーという愛称を1999年2月7日、ダイヤ改正から使用開始した。ただし、広島支社発行の時刻表に愛称が掲載される程度であった。後に愛称から列車名に変更され、全国版の時刻表に記載されるようになった。 2004年10月15日ダイヤ改正で日中の列車の停車駅が追加されたことに伴い、朝夕の列車は通勤ライナーとなった。その後、通勤ライナーから秋路ライナーへの変更が進み、2017年3月4日、ダイヤ改正で通勤ライナーは朝の広島方面のみの運行となった。快速運転区間は広島駅呉駅のみで、 クレ駅公駅間では各駅に停車する。アキロライナーのすべての列車、通勤ライナーの一部の列車は、広島駅、高駅で列車名のない普通列車に変更し、最大で、糸崎駅、南岩国駅、梅林駅まで直通する。日中に227計3両で運転される列車はワンマン運転を行うが、車内に料金収受設備はない、いわゆる都市型ワンマン列車である。 一方、夕方、夜に運転される列車は、編成量数に関わらず、全列車に車掌が乗務する。また、山陽本線や壁線に直通する電車や、それらを始発とした電車にも、車掌が乗務する。行き違い列車を待ち合わせるため、運転停車を行う列車がある。また、快速運転区間において、途中先行する普通列車を追い越さない。このため、 広島駅クレー区間のアキロライナーと普通列車の所要時間の差は10分程度である。通勤ライナーの所要時間はアキロライナーよりも数分短い。全区間で高速路線バスクレアライン及び広島鎌刈豊浜、豊川線と競合する。日中は上下とも30分間隔、夕方は下りが1本のみ、上りが30分から40分間隔で運行され、 広島駅クレを最速30分で結ぶ。広島駅海田市駅、矢野駅坂駅、吉浦駅クレ秋葉駅から、新港駅港駅広島駅、矢野駅クレ秋葉駅から、新港駅港駅。ありがとうございます。